お伝えします。福岡県警が今日来月発令される人事異動についての発表を行い、県警初となる女性所長が誕生することを明らかにしました。福岡県警によりますと、来月5日に発令される人事異動では、警部以上の658人が対象となり、大原美穂、警事が県警初となる女性所長として浮羽警察署に着任します。 またメンバーを入れ替えながら詐欺や強盗を繰り返す匿名・流動型犯罪グループの取り締まりを強化するため4月に組織犯罪捜査課が新設されるということです福岡県内で去年確認された特殊詐欺の被害額は13億円を超えていて組織犯罪捜査課は100人体制で特殊詐欺を含むさまざまな犯罪の捜査に当たるということです